はいこんにちは。ということで「ウィングの水の間」ですねこちらコメントの方来てたので自分なりの回答をしていこうと思います。でこれ結論から言いますと事前考察の2ですねこっちで話していた通りだいいぶきついですまあそのなんかシビアな角度とか決めればもうちょい安定率は高まるかもしれないんですけどもそもそもそのシビアな角度でマ幕エをやるっていうのが結構ね、まあ、長い間周回するって考えるとだいぶ厳しくてですね まあ自分に関してはもう安定しないなと思って割り切っても昨日今日の朝の段階でもうちょっとやめましたねもうでも本当事前考察通りのダメージ計算通りであとレベル120にも開解放してしまってまあ上経由ですねお通とかまあクイーンハーチェル軸の上経由まあタイガーとかもですね上経由軸でやったんですけどもこっちもね ま直狙いよりかは安定度はまあ高い風に感じたんですけども全然失敗しますね、うん、こちら弱点あるんですけども一回だけなんか弱点あってもねワンパンできない時あったんですよねちょっとよくわかんなくてで弱点来ない時でも全然ワンパンできるんですけどもあこれですねで弱点なしの時ですねこちらもワンパンできる時はあったんですけども全然ワンパンできない時もあってもうねやっててだいぶきつかったです いやほんとね、細かい角度とかあんまり考えてられないのでもうちょい薄くいったりとかすれば安定率は少し高まってたかもしれないんですけども、まあ、正直ウイングの水の間はきついと思いました。ということで終わります。